よかったな、レベッカ。父ちゃんに会えて。ドフラミンゴは任せていいか。もちろんだ。ここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。おい、お前が相手しろ。遅かれ早かれ、町の人もお前の仲間たちもお前も全てだ。インゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。それができねえって話をしたつもりだったが。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。
の冗談だ。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。オーバーヒーロー、お前の全力に俺も応えよう。もう二度とあんな思いはしたくないからな。悪魔の実の能力、まだ覚醒という上のステージがある。能力は稀に覚醒し、己以外にも影響を与え始める。建物が糸になった。パラミシアじゃねえみたいだ。能力をよく使いこなしているようだが、あと何秒持つ。イノシシライダー、パンフレット、あかんでもお前は手の中に閉じ込めて、どいつもこいつも操ろうとするから、これは息が詰まりそうだ。聖なる教団、ゴッドスレッド。すべてを破壊してやる。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはド・フラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため、町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって、俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺は、たまらず海に出て事故に遭った。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶は戻ってな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため、革命軍全軍に協力してもらって今に至る。とじゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。そう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。
シッ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 